きっかけは、はい、ループゴールドバーグマシーンっていう日本でいうと NHK のピタゴラスイッチを、はいはい、見たんですけど、あれをやってみたいなと思って2週間ぐらいかけて作ったんですね。で、作ったものの2週間かけて作ったのに出来上がったのがすごいゴミみたいなもので、ではこれは失敗だなと思ったんですけど、それを失敗じゃなくしたいなと思った時に無駄作りっていう言葉がひらめいて、無駄なものを作ったっていうことにしたらそれも失敗じゃなくなるなと思って、そこから無駄なものを作る無駄作りっていうのを始めました。課題はやっぱり日常生活で引っかかったものとか、なんか2つをぶつけたりしますね。例えば何かの穴にはまるものを作りたいとか、なんかそこにシューズがあるとか、そういうので物ができたりとか、まあ、あと本当に日常生活でストレスになるものとか、そういうところから考えることが多いですね。それはなんか解決しなくてもいいと思っていて、例えば開き直って考えてみたり、問題がイヤホン絡まるっていう問題があったとしたら、それをより絡ませたらどうなるんだろうとか、そういうふうにこう解決しなくてもいいから思考を止めずにどんどん考えていくっていうことを大切にしてます。ポータブル扇風機ってあるじゃないですか。あれがすごい面白いなと思っていて、あれをなんか改造したものを作りたいなと思った時に、ポテトの匂いってすごいいい匂いがするから、それとガッチャンコしてポテトの匂いをばらまく扇風機っていうのを作りました。そういう流行ってるものとか、みんなが持ってるものとかをこう自分なりに解釈していじりたかったりとか、そういうところから考えることが多いですね。まあ、とにかくいろんな人が物を作ってくれるような世界になりたいなって思っていて、物を作れない人も物作りに参加できるような、そういう仕組みとかを作っていきたいなと思います。やっぱり人間がやるべきことだと思いますね。物を作るっていうことは人間にまあ許された楽しみだったりとか、まあ、生活にとって必要なことだと思うので、で今ってものづくりってこう専門的な人がやるものだって、まあ、例えば私が無駄づくりをやっていて、いや私は不器用だからこういうの無理っていうふうに言われる方も多いんですけど、そうじゃなくて不器用でもいいからものを作ることで、こう手のひらから感じるものとか情報を得られる情報っていうのはすごく大きいと思うので、みんながものづくりをやる世界になってほしいなと思います。ものを作ることがまず素晴らしいことだと思うので、私はものづくりを謳歌したくて無駄づくりっていう言葉を作ったんですね。なので私も不器用だし、なんだろう、不器用な完璧主義みたいなところがあって、うまくものを作れないところにフラストレーションみたいなのをずっと抱いてたんですけど、無駄作りっていう言葉をつけたことで、なんかそれがその呪いみたいなものから解放された感じがして、それで無駄作りっていうのを続けています。とりあえず無駄でもいいから物を作ろうっていうのが無駄作りの一番大切なポイントで、無駄作りっていうと結構無駄にインパクトがあるから無駄なものを作らなきゃいけないとか、無駄ってなんだろうっていうところを考え始めてしまうんですけど、私的には作るっていう方が大切なところで、無駄でもいいから物を作って、まあ、それが結果として役に立つものになっても、それはそれですごいいいことだし、それで失敗して無駄になものが出来上がっても、それは無駄作りだから失敗じゃないよねっていうようなものですね。無駄っていうのは未来への価値だと思っていて、
今は無駄かもしれないけど将来的には価値が想像できるかもしれないので、とにかく好奇心のままに何かをやるっていうことを大切にしています。とにかくいろいろ今ものづくりって個人ですごく楽しめるものだと思うんですけど、 SNS が普及してどうしてもなんか個人じゃなくてちょっとインタラクティブなものになりつつあるなっていうふうに思っていて、なんかそういうので影響されすぎちゃわないこと、やっぱり根本にあるのは1対1でものづくりと向き合うことが大切だと思うので、私はそれをおすすめしたいなと思います。